主催日本甲冑合戦の会代表制圧術問答流走旗を大きく掲げて上に上げて隊を集めてください。はい、総合実践術護身術功労法総師範の横山正史よりご挨拶させていただきます。どうぞステージの方へとお越しください。あ、こちらへお願いいたします。本日は本当に遠いところの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。わざわざ私どものこういった、合戦の行事を、ご覧いただくということで足を運んでくださいました皆さん本当にありがとうございます。そしてこの度はこの、橋本の場所を使わせていただいて、そして、フランスと我々日本の合同で、国際交流も兼ねた合戦の再現というのを行わせていただけたということは、まあ、非常に嬉しく思っております。特にこの橋本は真田幸村ゆかりの地でございまして、実は九度山町に遊兵されておった真田幸村が大阪城へ入城します折に君峠を通ったのではないかという一説ございまして、君峠を通れば当然この橋本を通っておりますので、橋本もやはり真田幸村に関係のある町であるということで、ここで真田幸村が大活躍をしました道明寺合戦という伊達政宗との決戦をやらせていただこうと思っております。で、本日は一般の参加の方もたくさんいらっしゃいまして、約50名が一般から参加いただいております。で本当はほぼ70名から100名に近い方のお問い合わせお申し込みがございましたんですけれども、まあ、私どもがお貸しできるこの甲冑の数に限りがございましたので、50名弱で切らせていただきました。でこの一般参加の方に対しては特に泉南市の方が力を入れてくださいまして広報を、ポスターを貼ってくださったりチラシを巻いてくださったりしてくださいまして泉南からたくさんの方が参加いただいております。で橋本市からも、50名中5人の方が参加いただいておりまして、今後はこの地元橋本でももっともっと知っていただいてたくさんの方が参加していただいたり、ご覧いただくことができればと思っております。どうぞ今日は一日、お楽しみくださいませ。ありがとうございます。日本フランス国際合戦フェスティバル主催横山正史よりご挨拶させていただきました。はい、続きまして、衆議院議員の竹本直和さんのですね代理で来られた方いらっしゃいますでしょうか。大阪府のですね、竹本直和衆議院議員の代理で、来ていらっしゃいます。秘書の青木さんからご挨拶いただきます。皆さんこんにちは。からめご紹介に預かりました、大阪の衆議院議員の竹本直和の代理で参りました青木と申します。よろしくお願いいたします。本日の代理ということで一言だけ、本日の国際合戦フェスティバルのご開催誠におめでとうございます。あとですね本日は皆さん一日楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして和歌山県のですね平木哲郎市長にご挨拶いただきます。はい、皆さんこんにちは。今日は本当に、国際、合戦フェスティバルということで、市内外またフランスからもさらに外国からたくさんの皆さんが、来ていただきまして本当に、ありがとうございます。大歓迎申し上げたいと思います。
橋本氏は、世界遺産に最も近く最も遠い場所というふうに私位置づけておりまして、橋本氏には残念ながら世界遺産はございません。本当の近隣の町ということになっておりまして、ただ、橋本氏にとってもこういうイベントをしていただくということは多くの観光客の皆さんやまた市内外からこの橋本市へ、多くの皆さんが来ていただけるということは大変嬉しいことでありますし、感謝を申し上げたいと思います。今年は地方創生の年ということで、人人口を増やせであるとか仕事を作れであるとか、町を元気にしなさいというふうな取り組みの元年の年でもありまして、橋本市におきましても観光客を増やしていこうというふうな目標を掲げて、現在取り組んでいるところであります。お隣、九田山町が真田幸村の最も深い関係のところでありますし、今お話がありました君峠から九田山町行かれたということは、私の家の近くを通って行ったやなというふうに非常に、興味を持っております。で今日は本当に、心配しておりました。天気も本当に快晴になってまいりましたので、今日一日本当に楽しんでいただければなと思います。これから、アレンさんのコンサート、そして、あとの書道でありますとか、模範演技でありますとかいろいろありますし、最後は皆さんお楽しみの、合戦ということで、ぜひ、これからの終わりの時間まで、本当に、皆さん楽しんでいただければなというふうに思っております。本当に最後になりますけども、怪我のないように、楽しい一日になりますことをご記念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。和歌山県平木哲郎橋本市長よりご挨拶いただきました。続きまして同じく橋本市の杉本俊彦市議会議員よりご挨拶をいただきます。はい、お願いします。杉本俊彦と申します。今回この甲冑イベント朝10時ぐらいに橋本駅で、大阪城甲冑隊の方が、パフォーマンスを見せてくれました。でそこへたまたまですが、観光バスでフランスの方が50人ほどフランス人の方が降りてそのパフォーマンスをご覧になりながらブラボーっていう形で叫んでらっしゃったし、でそのままその方たちは観光の途中っていうか降りて天空で高野山に上がられると、そのバスは天高野山に回っておいて高野山からまたその観光バスで回るというすごい観光のルートができているんだなっていうのが分かりました。で橋本氏の多分商工課の方がこういう風な形のプロデュースをされているのかなっていうふうに思いましたので、すごいなと。橋本氏の市役所の方も商工観光課の方もみんなおつやってるんやなっていうのがものすごい目の当たりにしましたので、今後ともすごいイベントになるようにこれからも引き続いてこのイベントが続きますように期待しています。今日はほんで暑い中来ていただきました皆さんありがとうございました。今回鎧いっぱいつけていただいております皆さん大変ご苦労様です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。橋本氏の杉本俊彦市議会議員よりご挨拶いただきました。続きましてですね、演舞祭に出演されます各団体の方に、お越しいただきましょう。まずは新召喚空手道場菅原聖天先生です。そして兵法大社流剣術、こちら熊本県からお越しいただきました山本隆弘師範、ステージまでお願いいたします。続きましてフランスからお越しになりましたローランド・マロト先生、いらっしゃいますでしょうか。ミスター・ローランド・マロト、Please come to the stage。 そしてですね、大阪市柔剣道協会より、宮田先生お願いいたします。そして横山先生お願いいたします。この間の三男の陳情ありがとうございました。東京へ行く時間何月行くんですか。そしてアレンビドーさんいらっしゃいますか。
本日はですね、各武道の、もう最高位に近い先生方お見えいただきまして、そして、当時の合戦の小具足というのをつけていただいて演舞をいただこう。なかなかこれは一般の演舞会でもご披露することのないものでございますので、今日はそういった珍しいものを見ていただこうと思います。そしてちょっと一つサプライズがございまして、ムシュアレンビドトロフィーシルプレアレンビドーさんから、実は南フランスニース市の副市長を代理してトロフィーをお持ちいただいております。どうぞ市長様前へ。クリスティアン・エストロジー、デピュテ・メアド・ニッサン。Voilà, donc, voilà. ニース市の副市長の方からのプレゼントでございます。交流のどうぞお受け取りください。実は本日このアレンビ同士がつけております衣装ですね、これは17世紀の衣装でして、ちょうど戦国時代、日本ね、戦国時代の終わりにあたります。その時代に日本へやってきた、南蛮人、伊達家は特に南蛮、ヨーロッパの国との交流を考えておりましたので、こういった人たちをたくさん領内に招き入れたという歴史的なところから、17世紀の衣装をわざわざフランスから取り寄せていただいて来ていただいております。次に橋本市とニース市のですね、友好を祝いまして握手をさせていただきます。どうぞ。ありがとうございました。市長ありがとうございました。次にですね、国際武術文化連盟理事長の稲葉理事長の方にアレンビ同士からやはり、ニースの副市長からのトロフィーが贈られます。まあ、今回の合戦フェスティバルに、ニース氏が大事にしている歌手の彼を招いていただいたということでお礼ということでございます。De la part de M. Christian Estrosi, député maire de Nice. Merci, monsieur.ありがとうございました。どうもありがとうございます。それではですね、早速演舞祭の方へと移っていきたいと思います。まずは、和歌山県橋本市地元のですね、空手道場新将館の皆さんにお登場いただきます。このまましばらくお待ちください。失礼いたしました。こちらがね、まずですね、アレンビド先生の歌から、開始いたします。Bonjour, bonjour. Allez, musique, s'il vous plaît. Merci.Sa valise, c'est à la télévision. Il fait rire toute la France. Ses moustaches qui sont si grandes et qui tombent tout sur sa bouche des eaux qui lampent. Valentin, le roi de Nice, sa guitare ou son canot.Et un gratin qui monte au cinéma du Rizalto, un jeu se passe si bien beau. Allez, rapide! Valentin, le roi de Nice, roi du rouge un peu vieillot, que des manger comme un poireau, des transpires, des trahisots, des échanges à radio.
40 ans, non pas de lice. Un grand coup de rire magique. Avec son nez et sa tactique. この日は何時間ですか?Reçoit son ami Maurice, lui présente son diplôme de grand champion de tennis. C'est bien Nadal à Nice, ouais, ah, et la tête peut rigoler. Les confettis ont fait le plein, il fait chanter avec son cœur, toutes les gens du monde entier. Hey, ho, ho! C'est l'entracte d'un kimono, aussi des pas que l'un. Ça se passe aussi bien. Hey! Valentin, le roi de Nice. Roi du rouge un peu vieillot. Comme il grandit comme un poivre. Il transpire, il fait très chaud. Et il chante à radio. Valentin, le roi de Nice. Les ravages en Martinique. Jaune volcanique, monté sur une bourrique. Valentin, le roi de Nice, ouais. Roi du rouge un peu vieillot. Tenu bronzé comme un poivre, il transpire, il fait très chaud, mais il chante la radio. Valentin, mon ami, Valentin, roi de Nice, Valentin. Allez, gâteau, merci beaucoup. Alors, c'est le carnaval à Nice, hein, bien sûr. Alors, on a pas une chanson douce, Amour secret. Joie et douleur.
Arigato. Arigato. Merci. Merci beaucoup. Vous avez connu Bourvil, c'était un grand acteur français. Un jeune crémin, un peu noir, a une poule dans un bar. Ouvre le champagne et caviar, et en trouvait sa mémoire. Dans son trac, disait poupée si je claque, je veux que ça soit dans un lac de cognac. Écoutez-moi, j'avais 30 ans, écoute-moi bien, c'est aux autres, nous avons tous les deux pour perdre les. Hey! Écoute-moi bien, garde la cadence. Écoute-moi bien, j'ai pas la race. Pas les mains, voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans. À Canocaton, hey, wouh! C'est jeté mal, un peu noir. A tout cassé dans le bar. Puis à sortir. Et distribuer des pouvoirs. C'est gentleman dans son frac. Ali, pianiste. Voilà qui c'est. Joue les vieux sans un frac. Et joue. Allez, joue-moi des vieux airs, la copine de sort. Mais voilà, Titine. C'est bien, Titine. Titine, oh, Titine, moi, ma Titine à moi, c'est Guillaume Minette. Elle nous vient du Schnorr, du grand Schnorr. Vous connaissez pas le Schnorr, vous, les Japonais. Non, ben, le Schnorr, c'est le nord de la France. C'est là où on mange des chicons et là on passe la Wassaigne.
Merci. Oui. Cette chanson est dédiée à Philippe Clay. Vous avez connu Philippe Clay? Eh bien oui, avec sa totoche. Alors je lui rends un petit hommage. Hommage à toi, Philippe. Hé, hey, pianiste! Oh, on s'endort là, coquette de sort. C'est pas un slow ni un tango, c'est un Charleston. Allez, go! Tout le monde frappe. Écoute-moi bien, garde la cadence. Il fallait pas les voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Carlton. Hey, ouais. Merci. Cette chanson, donc, c'était Philippe Clay. Philippe Clay qui avait chanté donc cette chanson. Par contre, les deux premières chansons, ce sont les miennes, hein. Donc, elles sont de ma création. Allez, une cinquième. Chance à moi. Yveline. Yveline. Oh, je t'en prie, Yveline. Ne me laisse pas dans la nuit de mes songes. Oh, oh, dis-moi, Yveline, si tu ne m'aimes pas. Je deviens fou de doute, de ne plus rien savoir de toi. Oh oui, de toi. Mon amour est pour toi si ardent, tu ne pourras résister longtemps à l'appel de mon cœur, de ton cœur. Yveline, mon amour. Et lorsque tous les deux très heureux, nos deux mains, nos deux corps enlacés, tu verras, Yveline, mon amour, nous serons réunis pour toujours. Yveline, Yveline, oh je t'en prie, Yveline. Je me sens si seul, loin de toi, de ton cœur. Oh, oh, dis-moi, Yveline, si tu ne m'aimes pas. Yveline, Yveline, je t'attends, oh, en nuit et jour, car je sais que tu viendras, oh, oh, mon amour, quand tu comprendras que tu es. Pour moi, mon amour est pour toi si ardent, tu ne pourras résister longtemps à l'appel de mon cœur à ton cœur, Yveline, mon amour. Et lorsque tous les deux très heureux, nous demain, nos deux corps enlacés, tu verras, Yveline, mon amour, nous serons. Merci, merci, merci. Bon, une dernière après nous allons voir les samouraïs. Allez, une dernière. Votre meilleur médicament avec mon cœur en
ça. Ma moustache, la casquette et mon petit air très chouette nous serviront à coup sûr de killing. Le premier avec ma bonne petite mine sur votre meilleure aspirine. Usez un temps qu'à volonté, vous serez très intoxiqué. Ouais! Avec ma voix vitaminée et mon charmant soleil, je remplace un entour de main ou toute la pharmacopée. Ouais! Et même si vous souhaitez un verre un petit disque à volonté, allez hop! Et mon sourire en pointillé, je suis l'espace d'un instant, votre meilleur médicament. Avec ma bonne petite mine, sur votre meilleure aspirine, usez un temps à volonté, vous ne serez pas intoxiqué. Ouais, ma moustache, ma casquette et mon petit air très chouette vous serviront à coup sûr de quinine. Le premier, ouais. Hey, tapez les mains. Hey. Avec mes yeux à mon exigé et mon sourire en pointillé, si l'espace d'un instant votre meilleur médicament. Merci. Arigato. Arigato. Merci beaucoup. Merci. Merci.